週末、熊本城目当てで来る人に手作りの折り紙忍者を渡している原田康樹くん。熊本城が大好きで3歳から活動を続ける康樹くんは、今のお城と自分の気持ちを折り紙に託し伝えています。ありがとう。これは来てくれてありがとうって感じでやったけど、今は一緒に頑張りましょうみたいな感じで配ってます。熊本城のどんなところが好きですか？堂々と立ってるところと、自信でも負けないところです。